それじゃあな、ファミリーフィッシングね、やっていきます。まあ、完全処刑プレイってことなんで、いろいろ確認しながらのプレイになるかと思うんで、まあ、皆さんよろしくお願いします。まずはデータ作成。リモコン向けても動かないね。まあ、普通に、一応こっちのやつだね。なんだろうね。理由が左巻きなんで、右手で操作しないといけないんで、ちょっと操作がしにくいところが。でもまあ自分の釣りがそういうスタイルなんでね。キャラクターもカスタマイズできるはず。顔のタイプ。選ぶのは十字の方か。パターンは8パターン。どれも結構普通だね。鋭い感じ。さすがにこんなに焼けてはない。せっかく行くんだからちょっとぐらい焼けとこうか。ハゲ、完璧ハゲ。モヒカン、アフロ、髪結構パターンある。稲妻イレブンでできそうなキャラクターメイキングだ。だからもうちょっと涼しげな方がいいんだけどな。よし、これでいこう。小文字はこっちのタイプか。一応ここはリモコン使えるみたいだね。まあちょっと画面に近すぎるからリモコンは使わないでいこう。 OK。久しぶりの釣りゲーで、オープニングが、なんかポップな感じな島だよね。すごい海が綺麗。カジキ、照りつける太陽、まさしく夏って感じ。結構秘境を分け入っていくような釣りゲーが多い中、こういった青空の下でやるのは久しぶりっていうか初めてかもしれない。基本釣りゲーって言ったら川野の釣りばっかりだったね。早速釣ってるおっさんが、ところジョージか。いや、魚のパラダイス、ペナンカバン島へようこそ。ここへ来たということは君を釣りが目的かな。僕はここで基本的な釣り方を教えてるんだ。どうやら君は釣りが初めてみたいだね。よし、僕が早速教えてあげるよ。釣りのタックルも僕の貸してあげるよ。では早速始めようか。早速だね。A を押すと構える。まずは振り上げて竿を立てよう。振り下ろしてキャストしよう。フッキング、合図にリモコンを振り上げる。上に倒すと
なるほど。上を押すと、こうか。おーし、ゲージが、ゲージ出てるね。これかフリートバクトルリール状態ラインテンションを表すゲージ、上げると右に増えていく。赤くなっている時に無理して巻くとバレるんだよね。テンションが上がりすぎたらリールを巻くのをやめると、しないでいると下がっていくと、下がりすぎてもバレるんだよねと。なるほど。もうちょっと濃くてもいいな、リール。よし。ちっさ。箱踏む？草踏むか。17.5センチ。あんまり大きくないね。もう一回吸ってみようか。よっ。右投げ右巻きなんだけどね、実際持ち替えてるとすごい大変だから、左投げ右巻きで行くしかないかな。おっと、向きが悪い。まっすぐ向った。これぐらいか。こうか。序盤だから無理やり。どう抑えるか。よし。よし。お、なんか綺麗な魚が。ニシキヤッコ。聞いたこともない魚だな。やったね、やったよ。大事なことを教えておくよ。タックルごとに狙える魚の適正サイズがあるんだ。タックルは竿、リール、そして餌の組み合わせでサイズが合っていないと使えないんだ。例えば今使ったタックルは比較的小さめの魚を狙う用のものなんだ。もうちょっと大きい魚を狙う場合は適正サイズが合っている方がより釣りやすくなるんだ。タックルはそこにあるショップでいろいろ売ってるから今度覗いてみるといいよ。そこね。オッケー。ターゲットに寄せてタックルを変えるのは釣りの常識だからね。釣りは奥が深くて一生遊べるスポーツなんだ。そうそう、そのタックルは記念にあげる。君のフィッシングライフを応援している僕からのプレゼントさ。ありがとう。きっと君も釣りにはまってそのタックルだけじゃ物足りなくなると思うけど、そしたらショップで買い足してね。じゃあこれで釣り方の説明はおしまい。お疲れ様。よし。あ、ボーナスポイント2000ポイント。これ金だろうね。ホテルまで案内してくれるんだ。優しいな、このおっさん。ポイントにチャージ。セービング、あ、オートセーブか。チェックイン。この、ね、コロコロ付きのバッグちょっと欲しいんだよね。旅行行くときに楽そう。今日の便にお越しになったお客様ですねっと。釣り人たちの夢の島、ペナンカバン島。ビーチからジャングル、トローリングまで世界の様々な釣りがとことん楽しめる釣りのテーマアイランドなんです。すげえな。あ、なんかくれた。 ID カード。住人も旅行者もすべてこのカードを持っています。釣った魚もこのカードに記録されていきますと。ちなみにこの島では魚釣りがすべて、魚を釣るとカードにフィッシングポイントと呼ばれるこの島だけのポイントが溜まっていきいろんなアイテムと変えれるってわけだね。行ってみよう。ここだろうね。話す。いらっしゃい。
サフグ75。結構いろんなデータ残るね。サービスベイトってことはベイトリールだ。まだ20しか釣ってないね。で200ポイントぐらいゲット。あ、この奥がなんか言ってたね。部屋に戻ります。おお、一日の終わりはベッドで、次の釣りに向けての準備をすると。パソコンで情報を見る、設定を変える、カバンで BC 図鑑アルバム着替え、寝るとセーブして次の日を迎える。いい部屋じゃないか。カバンで次の日の用意だっけ。 T シャツ、ヨット T シャツ、イルカ T シャツ、肩ネギ T シャツ、アロハシャツ。せっかくリゾートアイランド的なとこ来てんだから、アロハシャツだよね。あ、青アロハだな。インナーボトム、ジャージ、海パン、ジーンズ。なんか買わなきゃダメだな。B さんで釣りはあんま行かない方がいいと思うんだけどな。なるほどね。で、パソコン、これか。アワード一覧。コモン。あ、自分の、これまでやってきた、履歴が見れる的な感じだね。スペシャル。まだ何もわかんない。ミラクル。あれ。して、ランキング。ビッグサイズ。シャチ。まあ、まだ始まったばっかりだから。Wi-Fi、ね、なるほどね。Wi-Fi 接続切り替え。チップス、マルチプレイ、リールの左右チェンジ。俺今あれだよ。右巻きだから、こっちだ。接続切り替え。有効。パスワード入力1。どういうことだ？なんだよ、わかんねえよ。多分なんかパスワード教えてもらえると、いろいろなことができたりするんだろうね。で、今 Wi-Fi 設定をオンにしたから、ネットランキングに接続中と。なるほどね。で、ベッドで寝たら次の日と。お、明日の準備。あ、気づかなかったけど、そういうことか。すごい、すぐ寝てる。初フィッシングリゾート達成。あ、またもらった。結構ポイントもらえてるから、もうなんか買えるんじゃないかな。8月8日だ。よし、カバンを見て、これ帽子だよ。帽子も買えるのかな。まだ持ってないのか。こうだ。フィッシングブック。今はビーチ。結構多いね。すぐに行けるようになるのかな。まあやってりゃわかることなんで、その辺は気にしないで。で、アルバムがまだ何も埋まってない。これは右上の、これは予定表か。にしてもすぐ寝たな。よーし、釣りに行こう。レッツラゴー。おっと、またカウンターだ。おはようございます。すごい寝たよ。掲示板あそこ。 OK、 08 08。もちろんレンタルカヤック。はあ、釣り大会のイベント。日常を忘れてね。オッケーオッケー。釣りへ行こう。いろんな人に話しかけよう。手帳を開いて時間をチェック。カメラを構えてハイポーズ。2ボタンでね。お店の買い物。
いろんな場所に行ってみよう。いろんなことができるんだね、やっぱり。まあ、まずは掲示板覗いてみようか。B で戻って、ヌンチャクで、そういうことね。まずこれだね。トゥーマン、浮き釣り天国。優勝ポイント6000ポイント、8月14って結構後だね。先に申し込んでおかないとダメなのかな。で、これが、ドリームアクアリウムツアー、ジンベエザメが見れる。後で見てみよう。まずは釣りしたいところがあるんだよね。カヤック、ビッグキャッチロック、ファーストコープ、ゴールデンクリフ。これ地図だね。あ、マップもらえた。その度にポイントがもらえる。地図を行く。行ったことがある場所一気にワープできる。その辺便利だね。と、他にはカウントフィッシュ、イージー。40匹以上釣ろう。左手でリモコン操作しにくいね。フリーだ。これ、あれか、オープニングの釣りのやつだな。さっきやったからいいや。で、これがフィッシングツアー。定員5名まで200ポイント。まずここの釣りしてないからね。まあしてからだよね、こういういろんなとこ行くのは。この辺あんまり埋まってないね。ナインヨウハギ。フィッシングセンターに。釣れんのかな、これ。受けても大丈夫かな。左手の操作が全然慣れないな。クロダイ、チヌカ。チヌ、いけるか。今、装備は M サイズ。S サイズって言ってたよね。小型用って言ってたから。これ行こうか。カヤックセンターの前ぐらいで釣れるみたいで。またクロダイだ。ミノカサゴ。あ、目標は一つだけか。なるほどね。ここは何だろう。へえ、リゾート楽しんでるかい？僕はこの島のオーナーさ、成り立てだけどね。若造が。水族館を作ろうと思ってね。それもこの島で釣れる魚が全部入るリッチなやつさ。でもちょっと困ったことがあってね。水族館に入れるはずの魚も全部放流しちゃったんだよね。そこで君にお願いがあるんだけど、魚集めを手伝ってくれないかな。オッケー、よかった。返事なしか。スクールガイドに筋のいい人が最近来たって聞いてね。実はここで君を待っていたってわけ。とりあえずね、この辺で釣れる魚を10種類、いろんな魚が必要だからね。それじゃあよろしく。10種類ね。もう2種類。喋り方、わらわら。話す。もう少したくさんの魚を釣ってきたら、マーシャルビーチのライセンスを売ってあげよう。くれないの。話す。はぁ、旦那がさっき釣りに出かけたんだけど、釣り竿を忘れて行っちゃったのよ。釣り竿を持たずに釣りに行くなんて聞いたことないわ。本当にそそかしい人よね。あなたこれから外に行くのね、申し訳ないけど、釣り竿を旦那に届けてくれないかしら。きっと、桟橋あたりにいると思うわ。私ちょっと用事があるから代わりに頼んだわね。釣り竿を届けろ。なんて人のいい奥さんだ。見知らぬ他人に釣り道具を届けるのを頼むなんて。まあいいや、行こう行こう。お、チームです。なんかピンマークついてる。前から話そう。いらっしゃいませ。自転車1日レンタルに安いな。借りよう。初めての自転車体験、もらえるポイントの方が多い。進む、曲がる、戻る。まあ、操作したらわかるかなと。いいね、いきなり自転車乗れるのはいいね。右手で操作するの結構しにくい。やっぱこれまでのプレイから移動は左手っていうのに慣れちゃってるから。うわ眩しい。うわ眩しい。おお、
よし、旦那にまず釣り竿を届けるとか言ってたから、この人かな。チャリのまま話せるね。釣り竿も持たずにどこに行くかって、そりゃ釣りに行くに決まってるじゃないか。で、あー、釣り竿がない、忘れてきた。え、あるって、おう、君が持ってきてくれたのか。ちょっと下の人見切れてんだけど。お、2000ポイント、すごい美味しいんだよ。話すとさらになんかお礼くれたりしない。特にはなしか。あれ、チャリない、チャリ。あ、どんな状況からでもシーを乗れるんだ。いいね、楽じゃないかこれは。で、もう一回押すと降りれる、降りれる、オッケー。話す、いらっしゃいませ。カヤック一日レンタル、これも安いな。とりあえずまずは釣り具屋に行ってみたいんだよね。いろいろできるけど、チャリだ。どこにチャリ隠してんだこいつ。よーし、思いっきり人にぶつかってるけど、ありかな。今日は大量大量、いつもこうだといいね。人に話しかけると強制的に降りちゃうのか。ここはトローリングツアー。まだトローリングツアーは早いね。メイド？店長がいないの。お店の鍵は店長が持ってるから開けられない。店長は探してきてくれるの。桟橋あたり、何でもかんでも釣りしてんな。もうここでいきなり釣れるのかな。話す、いいクルーザーじゃろ、お前さん欲しいのかい。たっけ、もう数数えるのもめんどくさい。8つのメジャーエリアで釣れるようにならないとダメ。オーシャンズドリーム、でけえな。よっ、せっかくの釣りゲームなんだからね、まず釣らないと。これは一歩離れてゲームしないと危ないぞ。机で、机に直撃させてぶっ壊しちゃうと泣くぞ。小さいな、ちっさ、見たことない魚、クダゴンベ。これまでやってきた釣りゲームは全部日本のゲームばっかりだからね、こういうのすっごく知らない。新鮮でいいって言ったら新鮮でいいね。あ、なんかいる。誰だお前は。あ、オープニングのおっさんか。オープニングのおっさんっぽいね。来い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 、来たか、来たな、行くぞ。よし、グッドだからそんなに良くないんだな。早い方がいいのか遅い方がいいのかもよくわかんない。おーっと、乗る乗る。よし、テンションテンション、テンションブレイクはさせん。やばいやばい、モコンが揺れる。よし、もういけるいけるいける、よっしゃ、よし、結構いいやつじゃないの。なんだこれは。わあ、綺麗だ、エンゼルフィッシュ、縦縞巾着台、全然知らねえ。ランク B、 よし、クラスがビギナー10級にグレードアップしました。これ最低クラスっぽいんだけど。マップの見方とかちょっと確かめようかな。1とか2とかかな。2はカメラモードだったよね。自分の姿を撮れるっていうのは不思議でたまんないけど。あ、
なんかいろんな動作ができるっぽい。やっほー、コロンビア。ズームはプラスマイナス。コロンビア、とりあえずセーブしたらポイントもらえそうな気がするから一つセーブしといてみよう。ほらもらえた。絶対もらえると思った。次で戻る。マップはプラスとかマイナスかな。マイナス。コロンビア。これは違うね。クエスト、旦那の忘れ物が OK。 気ままなショップ、桟橋で釣りをしているね、店長を探そうと。そうだよね、桟橋。まず店長を探そうか。この辺、この辺ももう釣りできるんじゃない。こいこい。よし、グレイ。やっぱ早い方がいいのかな。あ、これさっき釣ったね。サイズもいまいちだし。